これでようやく小田原城を救援できよう。しかわし郊外殿、ほほう、呪春長篠での勝利により芝生さんと馬長さんが頑張って、私がお手伝いいたしましょう。包囲はまだ熱いけど、魔王騎参上、穴は開けられる。まずはお城のお姫様たちと合流しよう。その後は城を守りつつ清盛を倒せばいいかな。馬長さんと芝生さんの頑張りに応えよう。じゃあ皆さんよろしく。お館様の留守を預かってるんだから小田原城は絶対守ってみせる。まだ諦めないなんてけなげね。そういう人見るといじめたくなっちゃう。いけない、助けに行かなきゃ。こっちはそろそろ限界かな。まだまだ天下無双の剣をなめるなよ。友達なんだから、小田原城もみんなも私が守ってみせる。バン、はい、お待ちしてました。やば、私やっちゃった。おい、骨ごと噛み砕いてくれよ。どれぐらいにしといてやろう。そう、仕留めたぜ。本当に感謝してるの。
前にここから逃げてきた私たちを助けてくれたから。だから今度は私が助ける番。私は絶対にここを守る。行くぜよ。この横太郎が帰ってくる場所だから。あんたやるわね。何を行うのでしょうか。すごいわねって言ってるの。さようにございます。やった調子がいい子ね。で、本兵さんたち？あっちを放っておくとまずいかな。残念だけど、武蔵さんとはお別れね。援軍は？援軍はまだかよ。はい、注目。お城は私がもらっちゃいました。小田原城は親方様のもの。あんたなんかに渡せるか。あの子やっぱ一流だわ。あなたすごいよね。ここまでかよ。西の守りを崩した。ではとどめを刺すとしよう。お城も清盛に壊されたの。だからこれは復讐戦だよ。参ります。行くぜ。馬王騎参上。いや、もう必死すぎ。だから引っかかっちゃうのよ。私を止めようっての。やめないで。この城は渡さない。あんたは私がぶっ飛ばす。これぐらいにしといて。一緒魔王騎が討ち取った。一冊無影螺旋客。仕方ないな。遊んであげる。もうどきなさい。親方様の場所よ。親方様って北条氏康さん。あの人もう死んじゃってるんじゃない。うるさい。あんた絶対許さない。すごい活躍。天守を取り戻した。あとはこの森をぶっ飛ばす。決勝馬王騎が討ち取った。サバはいよいよ地獄の様相よ。鬼の居場所にふさわしかろう。いいだろ、出るぞ。
ふいっ骨ごと噛み砕いてくれ。あなたすごいよね。コネッスダリオール。骨ごと噛み砕いてくれよ。しませても、王者がいる限りあの氏らに勝ち目はない。戦も博打も不利な方が面白い。すごいじゃないですか。
これで一安心ね、親方様。もういつ帰ってきても大丈夫なんですよ。熱き闘志、何者にも止められん。援軍に来てくれてありがとう。おかげで親方様の留守、その未来。かぐや、人間とは不思議なものだろう。脆いように見えて存外強い。決して希望を失わず何度でも立ち上がる。私は確信している。かの幼者は必ず人界の強者によって滅ぼされるだろうと。小田原城を救い、戦力は増。お役目を果たせたようで。